ご飯屋ママキッチンです。お母さんが作ったご飯で、家庭料理の定食を出してるお店です。あとお弁当をやってます。ちょうど今月で4年を迎えました。4年前の10月3日にオープンしてます。そうですね、やっぱりコロナの影響を受けて、店内はしばらく休んでたんですけれども、まあ、また再開してもやっぱり店内の方はなかなか来なくて、その分でも今まで来てたお得意様はみんなお弁当の方で協力していただいたのでかなり助かりました。うちのお店で人気のお弁当は唐揚げ弁当、ボリューム満点なので、それとあと毎日違うおかずで日替わり弁当もあるので、今日の日替わり弁当がちょっと麻婆豆腐弁当なので、それを紹介したいかな。普通の唐揚げなんですけれども、お母さんが作るお客さんは美味しいって言っていただいて、結構リピーターの方が多いので、シンプルです。普通にお醤油と生姜で味付いてます。もともと私が辛さがあんまり弱いので、そんなに辛くはないです。だからどなたでも食べれる感じです。辛いのがいいっていう人は辛くしてあげたりとかもしてますので、前もって言っていただけると助かります。いや、1ヶ月一応メニュー表カレンダー作ってお客さんに配ってるんですけど、1ヶ月重なることはなく回してます。今コロナで店内も席数すごく減らしてるので、6人とか7人しか入れない状態なので、早くコロナを、ね、収まって元 の、 席数に戻して、また賑やかなママキッチンに戻れたらいいなと思ってます。はい、ご飯屋ママキッチン小ざく東口から歩いて4分ぐらいのところにあります。親子2人で頑張ってますので、皆さんお越しください。 ね。